新発見によりクソザコと化した RTA 在住部、始まるよ。まずは最新部に落ちているアダマンタイトとオリハルコンで A マッスルスーツを作りに行きます。すべてのかけらを回収していれば1個ずつ余るので、バリアスーツもついでに作ります。物をよこせ。スーツと一緒にゴム増加用の服も作成。鋼鉄に余裕があれば UO のモンペも作ります。装飾品でもゴムを増やすアイテムはありますが、アイテム回収にかなり時間がかかります。残暑までやるならドリズルマンにも足せるので、作っても良いかなというくらいです。早速作ったアイテムを装備したらレベル上げに向かいます。物理半減とかしたアリス先輩がいればもう何も怖くないぞ。レベル上げはかなり長丁場になるので、ある程度に倍速で流した後で倍率を上げようかなと思います。装備の確認。忘れ物はないな。ここからは絶装しながらひたすら敵を倒していきます。目標レベルはヨウム60、マリサ52から57、他それなりです。レベル補正で55くらいまではサクッと上がるため、ヨウムが60になるまでに他のキャラのレベルも調整します。1レベルや2レベルではほとんど影響はないですが、数回の戦闘で5とか上げられるので安定度に大きく影響します。今見えているメンバー以外でレベルを上げたいのは、ニトリ、サナエ、モコウですね。この3人は HP 400前後、モコウは500程度まで確保するとかなり安定するようになります。確保してもやられるときはワンパンでやられるので、あくまで目安程度です。タイムや気分、エンカウント次第で適当なところで切り上げます。ちなみにこのレベル上げ作業、20分近くかけるんですが、あとで7分程度で済ます方法、見つけたらしいっすよ。うわー、出たー。ゴルゴン結界のゆっくりは経験値補正がかかる、ハイパーオマージモンスターです。昨夜がいればプラスクで一方的に攻撃できるため、逃げられる心配もありません。その経験値なんと、一体で、他の敵のおよそ10倍、早めに引ければその分経験値補正が乗って加速します。これでもうマリサのレベル上げはほぼ終わりですね。あとはもう特に何も起こらなかったので。こんな動画を用意しました。まあただの更新案です。前回の戦いのひどさがよくわかるから。成長や装備の変更点はほとんどないです。もうこうがいるだけですね。元からそこまで強いボスではないので大した見どころはありません。矢風なしで必中なので剣風でダメージブースト、栄翔の遅いエレメンタルウェポンからかけます。強い。フェミオとしての運用が多く、前線に立たせる機会が少ない模倣ですが、ボルケーノを習得してからの火力はかなりぶっ飛んでます。遅延ガレイにできるのも強みで、皮膚用かければ基礎ボーナスが乗り、玉用で常時 1.5 倍。弱点や耐性のない相手なら衛星弾よりもダメージ効率が高いです。まあそれでもバフを積んだアリス、うどんゲには遠く及ばないんですけどね。HP 増やして奇跡で底上げしたらストロードールで40万出るとか、やめたくなりますよ、盾役。画面の方はアリスに草薙を持たせて蓬莱人形の効果も上げているので、もうやりたい放題ですね。この状態だと狙われ率が 95% を超えるらしく、ほとんど攻撃が逸れることはありません。天魔人中央アリスが思考って、それ一番言われてるから。
強い。昨夜もスペルがもう少し優秀ならよかったんですけどね。防御の影響を強く受けるせいで後半は伸び悩むのが残念です。せめて P 殺人ドールの遅延はもう1減らしてほしかった。こんな感じで、動画でやったものと比べると1分くらい早くなってます。ついでなので、レベル上げの短縮案も。まずゲームを起動したら、最新部でセーブしてあるデータを7回ロードします。7回目のロードが終わったら適当にエンカウント。すると荒不思議、ゆっくりキングが出現します。詳しい事情はよくわかりませんが、ゲームを起動した時の乱数は固定で、データをロードした時に若干ずれるみたいです。魔法陣を踏んで回復、敵とエンカウントしても乱数はずれますが、毎回内容が変わるので再現はできませんでした。ちなみにどのデータでやってもエンカウントの再現はできました。ドロップの再現はキャラクターのステータスで結果が変わるのでできないっぽいです。これを利用すれば5回から7回程度のエンカウントで稼ぎが終わります。デメリットは取得パワーが減るくらい。実際にやってみたら7分で稼ぎが終わって、6時間切れそうなところで結局ラスボスで20分ループしてダメでした。そろそろ終わるので画面戻しますね。昨夜のレベルが目標まで到達したので、パーティメンバーを変更してあります。ヨウムのレベルはすでに60まで上がっていますが、サナエのレベルを上げるために少し余分に戦闘。強化しているのはゆっくりキングでマリサに経験値が行き過ぎたからですね。何これは。金色の塔が、どんなアイテムだっけ、確認するか。あ、強い。というわけで稼ぎは終わり、ボスを倒す準備をします。ラスボスの前に一人控えています。装備などはなるべくそのままラスボスに持っていけるような形に変更。ちょっとチャートに何も書いてないからって手間取りすぎじゃない？ここも昨夜よりもこうを使った方が圧倒的に早いです。やりヨウムで衛星弾の遅延を減らして、皮膚汚れ系のすれば4ターンで終わるらしいっすよ。後半の練りが足りてなかったのは勝てればそれでいいと思ってたからです。ボスより道中のガタイムへの影響は大きいですからね。1ヶ月近く暇さえあれば息に出れば新しいアイデアくらい、で、出ますよ。敵側の1ターン目の行動は全体石化で固定。完全耐性をつけたアリスのレギオンで対処します。状態異常さえ防げば他の攻撃は大して痛くないので、攻撃に専念できます。残耐性があるせいで昨夜の攻撃が全然効いてないですね。実は耐性があるのを知りませんでした。これならまだニトリでファイアチェイスしてる方が強そう。あれ？なんで水付与してるの？1ターン目はちゃんと火属性で攻撃してたよね？ 1 ターン挟んだだけで忘れるとかおじいちゃんかな？まあいいか。ついでだから非強化もセットしておきましょう。今回は1ターン目にホットスポットを使います。これならど忘れしてもフィールドを確認すれば思い出せるから安心。リトルレギオンの遅延中はヨウムをかばって、脱力やボーテックスでバラエティが解除されるのを防ぎます。正直、攻撃役はヨウムさえいれば特に問題ない程度のダメージを出してくれるので、雑にやっててもまず負けることはありません。脱力が入って、昨夜がクソ雑魚なめくじになり果てましたね。
パチュリーの方がダメージソースになりそうなので、昨夜は切り捨てます。気も入っていいや。3ターン目に飛んでくる全体魅了もレギオンで完封。魅了されても殴って叩き起こせば問題ありません。耐性装備はリボンだけでしたが、耐えてくれましたね。次の状態異常は6ターン目です。それまでには終わらせます。なんかダメージ低くない？そんなのやばいよ。命中率も若干足りてないし、最初から衛星ガン使った方が良かったですね。遅延が長い分、栄光弾の方が早く終わると思って試していましたが、そんなことはありませんでした。せっかくなのでコマンダースペルも一緒に使います。一発で半分近く削るってマジ？このボスを倒してレベル60に調整するのも考えましたが、先に持ってた方が楽なんですね。これで残すはラスボスだけです。まずは消耗した MP を回復するために戻ります。第1パーティの壁役になる魔皇の HP を確認します。とある技での全滅を防ぐために550程度は確保しておきたいところです。505ですね。ちょっと危ない気がしたので追加で少し稼ぐことにしました。ボス戦の長さを考えると多少稼ぎが伸びても安定させた方がずっといいです。もうラスボスで20分も30分もループさせられるのは嫌なんだー。ここまで大きな事故もないし、7時間切るにはまだまだ余裕があるから。1レベルアップで獣医師増えました。あと1レベルも上げれば十分でしょう。ちなみに今のマップで戦っているのは、最深部から近い、強敵が倒しやすい、という理由があります。他の場所は倒しまくったせいでシンボルが少なくなっていますし、どの道数戦するだけで終わりですからね。ヘカトンケールはタフなので NG。こいつが狩りやすい強敵ですね。低 HP、属性攻撃が弱点、精霊ということで、草薙の剣を装備したキャラに属性付与すればすぐに倒せます。強力な攻撃も少なく、受けるダメージも他の敵と比べると控えめです。ちょうど550になりました。これだけあればそう簡単に負けることはないはずです。本当はこんなに稼がなくても勝てるんですけどね。この時はどうしても負けたくなかったんです。戻ったら最後の準備をします。まずは装備変更から。右枠に第1パーティの頭から順に書いておきます。第1パーティは、モコウ、カナエ、ニトリ、マリサ、パチュリー。指揮官で悟りです。モコウは壁役転生不要因。最近はカナエを壁にして拳装備に変えました。サナエ中央はラスワの発動率が上がりますが、回復の転生率が下がるので良し悪しです。サナエはいつも通り、攻撃力は関係ないため、メッセダガーで HP を底上げ。中央に配置する場合はリボンを装備しないと状態異常が辛くなります。トラペズヘドロンが余っているので、知力の指輪を4にしに行くみたいです。まだレシピもらってないっす。画面は置いといて、装備の解説に戻ります。ニトリはチェイスでの攻撃がメインです。装備が分散すると命中確保が厳しいので、必中のチェイスが活躍します。HP も後衛に比べれば余裕があり、防御を重視しなくてもある程度は耐えてくれます。パチュリーは全体攻撃が毎ターン使用可能なので、なるべく良いものを装備させます。
道中の稼ぎではメインに使用していることと、成長で HP が増える項目があるため、マリサよりも若干 HP が高いです。余った魔法使い系の装備、防御系の装備をマリサに装備させます。今回はマッスルベルトがあるので、HP 問題はほとんどなくなりました。ここから第2パーティ。アリスは物理防御重視です。物理耐性確保にマッスルスーツ。ラッパー対策に太陽の指輪。あとは石化対策で、大地の指輪はなくても良いです。用務は言わずもがな、メイン火力なのでなるべく良いものを装備。覚醒した魂を作ってさらにボムを増やせば、第二形態での事故にも対応しやすくなります。昨夜は時止め検査部火力です。MP が火力に直結するため、マジックリングを拾えた場合は全て装備させます。命中がくっそ低いのは難点ですが、時を止めれば関係ありません。薬連は誘発100を確保したらあとはひたすら速度重視。第2パーティの防御はクソの役にも立たないので、裸でも問題ないです。霊夢はもう全裸でもいいです。結界しか使いません。一応ストーンシャワー対策にドラゴンネイルで申し訳程度の期待性をとっています。この HP だと耐性つけてても意味ないですけどね。アヤはコマンダースペル3回のために全部服でゴムを1つ増やします。ここまででどうやって倒すのかはわかる人には大体予想がつきそうですね。準備にはあと5分ほどかかります。ボス戦は次回に回すので、飛ばしたい人は飛ばして、どうぞ。特に喋ることがなくなってしまいました。ステージ21のチャートでも右側に貼っておきます。これしか書いてないです。たまげたなぁ。本当は装備とかも全部書く予定だったんですけどね。目視できる大きさで11人分書くとスペースが足りないし、ページを開けると操作が途切れるから意味がないし。成長やら不走も入れるとさらに意味がわからなくなるってことで諦めた結果、これだけ残りました。最初はマップあるだけでもかなり楽だったんですが、一番最初に覚えるところなので今は何の意味もないですね。今度書き直すときはマップはマップで、装備などは別にテキストで保存して使い分けようかなと思っています。装備は終わったので、次は不走、成長の変更です。必須になる部分だけ書き出しておきます。順番はバラバラです。ごめんなさい。大体こんな感じですね。サナエは蘇生を入れた方が、薬連はパーフェクトレジストを入れた方が安定します。成長はパワーレベルが毎回バラバラなので、結構雑に振っています。重要なのはサナエ、サクヤ、モコウ、パチュリーくらいでしょうか。その他のキャラは普通に、当たり障りのない範囲で振っていれば特に影響はありません。サナエは回復の先制率が、パチュリーは高効率が変化するのでかなり重要です。後のキャラは HP やボム、
火力を重視して振っていきます。これでやっと準備完了です。最後に陣形を変えて、リセットしてもすぐに再スタートできるようにしておきます。先ほども少し触れましたが、ラスボスは2パーティで戦います。第1パーティはチェイス組、第2パーティはヨウムとその仲間たちです。序盤でのリセット率がかなり高いため、陣形は両方とも鳳凰天魔陣。変化させるにはここでメニューを開く必要があるので、リセットした時にフィールドから再スタートになってしまいます。最初だけは忘れ物がないように最終チェックをします。ちなみに、最も勝率が高くなるように陣形を分けるなら、ポイズンシールド、ルナダイヤルです。劇的に上がるわけではないので、今回はリスタートがスムーズに行える方を選びました。チェックが終わったところで、今回は終わりです。お疲れ様でした。